国遍歴その第140回、16の1続きから。この金沢へ着くとすぐ旅なりのままで中山新平を訪ね、そこで聞いて松島千蔵の家を訪ねた。今日まで7日間、1日も欠かさず両家へ訪ねたが、どちらも留守を使って会わない。居留守だということは断り方ではっきりわかるので、それなら根比べだと思った。それでもダメだったら両方の家の外で弾き語りをするつもりである。男が一心込めて作った曲だ。どんなことをしても恥ではない。馬鹿にされようが侮辱されようが、曲で勝てばそれでいい。どうあっても今度こそものにしてみせるぞと昼夜は心を決めていた。おそでは勝手に飲み、意味もなくしゃべり、暇さえあれば昼夜の体に絡みついた。昼夜は心がそこにない様子で箸は取らずに、継がれる酒を水でも飲むように煽っていた。おそでは少し酔うとすることばかりでなく、話もみだらになり、自分の話に自分で気を高ぶらせて動作がますます露骨になった。そういうことにあまり興味のない昼夜には鉛の強い話しぶりもほとんどわからないし、絡みつかれると邪険に押しのけたり振り払ったりする。それがお袖にはうぶに見えるらしく、言うことなすことになおさら熱が加わるのであった。お袖が後を追ってきたのは4日前のことであるが、それから一夜も昼夜を一人で眠らせなかった。いくら手厳しく追っても離れず、跳ねつけられると逆にのぼせ上がった。昼夜も大抵酔っているから、つい面倒になって好きなようにさせ、お袖が一人で汗をかいてじれたり身もだえしたりするのを夢うつつに聞きながら眠ってしまうという風であった。酒の匂いが鼻につき始めたのに気づき、目がチラチラしてきたので昼夜はそこへ横になった。何か食べて寝なくちゃダメよとお袖が言っていた。私が来てから一度も午前を食べたことがないじゃないの。さあ何か一口でも食べなさいよ。昼夜はそのまま眠ってしまったのだけれども、その後のことはすぐに続いて怒ったように感じられた。弱虫ねとお袖がじれったそうに舌打ちをした。これでよくおけいさんが辛抱するもんだ。それを聞いて昼夜は羽を置き、お袖の寝巻きをつかんで引き起こすと、その方に力いっぱい平手打ちをくれた。おけいの名を口にするなと昼夜はささやき声で怒鳴った。おけいの名を口にすると承知しないぞ。お袖は醜く顔を歪め何か言い返そうとしたが、昼夜がまた手を上げ、その表情がただごとでないのを見ると、口をつぐんで裸かった寝巻きをかき合わせ、敵意のこもった動作で座敷から出ていった。はあ、昼夜は仰向けに倒れ、胸の上へヤグを引き寄せながらうめいた。貴様、なんというやつだ。女を殴ったりして、自分がどんな人間か考えてみろ。あの女を殴るくらいのことで、おけいの潔白さを守れると思うのか、貴様というやつは。彼は両手で寝巻きの胸をつかみながら、枕の上で頭を左右に振り、絞り出すような声でうめいた。おけい。と彼はささやいた。おけい。すると彼のつむった目尻から涙があふれ出、頬を伝って枕髪へこぼれ落ちた。もし、ちょっと大きなすってください。という声がした。もし、ご面倒でしょうが、ちょっと大きなすって。男の声だなと思いながら、昼夜は目を覚まし、枕の上で振り向いた。はじめに金を預けた時会って知っている、この宿の主人の助けであった。痩せた体の小柄な55、56になる老人で、義太夫節をやったらしく、その浄瑠璃に特有のしゃがれ声をしていた。まことに
ぶしつけですが、と助けは言った。お連れのご婦人はお客様のご寮さんでございましょうか。連れの？と言って昼夜は顔を手でこすった。いや、妻ではありません。ご主人も知っている通り、後から押しかけてきただけの女です。あれがどうかしたんですか？ちょっと厄介なことができまして、へ、腹増しを申し上げますが。16-2、お袖は他の座敷へ行き、一人で寝ている男の客のところへ潜り込んだ。客はバイタだと思って、ことの後に一夜分の金を与えた。お袖が要求したのだそうで、一般よりは多額だったが、もてなしが良かったのと、朝までの楽しみを思って、言われただけ払った。お袖は金を受け取ると、手洗いに行ってくると言って出て行った。客はうとうとまどろんだが、隣で男女の戯れる声がし、目を覚まして聞くと、女の声はお袖のようであった。それでも間違ってはいけないと思い、よく聞き分けた上、宿の者を呼んだ。主でなければわからん。どうしても主を呼べということで、やむなく私がその座敷へ伺いました。と助けは言った。はじめのお客は絹物問屋さんで、うちでは古くからのおなじみです。隣のお客も。わかりました。昼夜は遮って言った。あの女は私の連れですから、不都合なことがあれば私が責任を持ちます。一体どうすればいいんですか？それが、と言って助けはもみで干し、頭の後ろをかいた。はじめのお客がおっしゃるには、主のある女ならしょうもない。やった金を返せば、堪忍しようと。後の客はどうしろと言うんです？それが、その、約束だから、朝まで話さぬとおっしゃりまして。いいでしょう。昼夜はあえぐように言った。はじめの客には、預けた金の中からその分を返してあげてください。あとは女が好きなようにやらせておいてもらいましょう。そこのところなんですが。助けはそう言いかけて、いかにも困惑したように、右手の触手で、はげた頭をかいた。何です？と昼夜が反問した。このお城下は取り締まりが厳しゅうございまして、客の座敷へバイタ、いえ、その、そういうご婦人が出入りすることは、助けは口を逃がした。でございますから、旦那様が行ってこちらへ戻るようにおっしゃっていただきたいのでございますが。昼夜は助けの顔を見直した。あの女はまだそこにいるんですか？客は、朝まで話さないと言いますし、女の方はあなたが迎えに来なければ動かないとおっしゃいますので。紛れもない天罰だと、着替えをしながら昼夜は思った。時刻は午前2時頃だという。助けについてその座敷へ行くと、お袖は寝床の上に客と差し向かいに座って酒を飲んでいた。ごめんなさい。お袖は口の端からよだれの垂れるのを手の甲で拭きながら、昼夜を見てみだらに笑った。私、いつもの癖が出ちゃったのよ。夢を見て歩き出す癖。こんなこと本気でしたんじゃない。酔って寝て夢を見ると、自分では知らずに歩き回ったり、突拍子もないことをする癖があるって、この人たちに言ってちょうだい。客は声を上げて笑った。37、8になる男で、寝巻きの裸った襟から真っ黒な胸毛が見え、裾をまくってあぐらをかいた足も、ももからすねまでびっしり毛が生えていた。だが今は目が覚めてる。とその男は面白そうに言った。さっき俺の寝床へ潜り込んできた時も目は覚めてた。見くびっちゃいけねえ。夢で迷い込んだか。お目当てがあって這い込んだかぐらい、わからねえような人間じゃねえや。人バカにするな。だから、こうしてお酒を付き合ってるじゃないの。大きな声を出さないでよ。おめえさん、この女の亭主かい？
と男は昼夜に問いかけた。昼夜はちょっとためらった後、首を横に振り、ただの連れだと答えた。それなら朝までこの座敷に置いても文句はないだろうと男が言った。昼夜は振り向いて助けに目くばせをし、二人で廊下へ出た。国宇遍歴その第140回16-2途中まで。2021年9月16日。この続きはまた次回。